皆さんこんこにちは、えー、それでは令和元年度診断士一次試験科目別解説動画、えー、科目の経営法務の講座を始めたいと思います。担当はレック専任講師の西村と申しししまますすよろしくお願いしますさて、えー、まずですね、えー、具体的な説問に入る前に、まあ、今回のこの令和元年度のですね診断士一次試験の経営法務の、あのーまあ、ポイントからまず説明したいと思います。 えー、平成29年や平成30年の、えー、ちょっと難易度、まあ、これかなり絶望的だった難易度なんですけれども、まあ、これらに比べるとですね、えー、令和元年度は比較的基礎的な問題もそれなりにあったと思います、まあ、あの試験員もですね、えー、そのあたりのちょっと傾向を理解しながらですね少し、えーまあ、難易度を緩和させたんだろうと思いますで内容ですけれども会社法、えー、知的財産のところがやはり得点源になるだろうという内容でした その他法法律つまり民法ですねこの辺りはちょっとテキストレベルをちょっはるかに超えていてですね、まあ、対応はかなり難しかったと思います。でこの傾向は、まあ、おそらく今後も同じようになっていくと思いますのでま経営法務勉強される方まさかですね経営法務80点100点取って得点源にしたろうという人はそんな多くないかなと思いますのでまずは足切りを回避するところが一番重要ですから、まあ、その観点からはですね会社法の部分 知的財産法の部分この部分をですねしっかり重点的に抑えてその後ですね民法その他の法律のところに本腰入れる方がいいでしょうという傾向は今後も変わらないと思いますでこれからですね経営法務の勉強を始める方、まあ、おそらくこの解説動画を見ている方はですねようやくテキストを一周して、まあ、ちょっとこの講座も見てみようかということで今視聴されている方が多いと思うんですけれども ちょっとこの付録講座ではですねアウトプットというもののその感覚をつかんでもらいたいなと思いまして、えー、令和元年度の問題ですね、まあ、7問程度ちょっとピックアップしてきたのでそれらの問題を通じながらあこういうふうに、えー、試験って聞かれるんだなというところをですね、えー、肌感覚つかんでいただきたいと思っております。で、えー、今日紹介する7問はこの「フォーカステキスト」の知識だけで正解に至ることができるような問題にはなっています。 なので、まあ、あのテキストちゃんと見てればですね解けるんじゃんということなんですけれども、まあ、そこまでそう簡単ではなくてですね、えー、知っているということ知識として分かっているということと、えー、問題が出たときにそれに正解できるということはですね常にイコールではないんですね。まあ、例えるならば楽譜が読めてもあるいはそのメロディーが分かっていてもですねじゃあうまく歌が歌えますかというとそうではないというものと似ていてですねやはり持っている知識というものをうまくその 問われている問題に対して適切にアウトプットして正解まで結びつけられるというものはですねやはりこれはアウトトプットの訓練をしながらじゃなな、まあ、ないいいととでき思っています、まあなのでですね、えー、これからテキスト2週目に入ったり当該学習する人はこれまでインプットしてきた知識をアウトプットするのと同様にそのアウトプットの練習を経てですねあこんな風に知識って 問われるんだなというのをですね肌に覚えさせてそれを踏まえて、えー、2週目して欲していんですねそうするとあの同じように見ていたテキストもあこの知識ってこの部分と似てるからこう聞かれる可能性あるからここは実は盲点なんじゃないかみたいな感じでですね、えー、インプットしていくと、えー、アウトプットを意識したインプットはすごく効果的ですので、えー、かなり得点、えー、アップにですねつながる方法になると思います。 でもう一つですね、えー、K ホームって暗記科目なので暗記苦手だなっていう人もいるじゃないですか。で暗記はですね、えー、やっぱあの、まあ、これいろいろと言われてますけれどもその感情とセットにして、えー、記憶づ、えー、けするというものはですね かなり効果的だと思います、まあ、よくあるあの時のことを思い出したみたいなあそういうのと同じようにですねやっぱこ感情と一緒にですね記憶を、えー、記憶づけていかないと、まあ、すぐ忘れちゃうので何が言いたいかというとですね、えー、好奇心旺盛なつもりになってですねテキストを読んでほしいんですね。 あこんな、こんな風になってるんだ、この制度とか、あ、なるほど、こういう風なルールだったら確かにこういうものって防げるよね、みたいな、まあ、そういうですね、ちょっとこう、能動的にですね、えー、勉強というか、インプットしていくとですね、あの、感情と一緒に覚えるとですね、えー、脳にきちんと定着すると、まあ、よく言われてますから、あの、あんまりですね、多分、目前とですね、うん、取締役会設置会社は、みたいな感じで覚えてると、まあ、あんまつまらなくなりますから、こう、 そういう感情の起伏とですねセットに、えー、記憶をきちんとですね暗記できればですね比較的覚えやすいかなと個人的には思いますのでまあそのあたりも心がけて、えー、していっていただければと思いますじゃあですね、えー、実際過去問、えー、令和元年度の過去問をですね使いながら、えー、じゃあテキストの知識のどこのどう使えばですね正解に至るのかという内容の解説をしていきたいと思います で今日ですね、えー、ここでやっていく問題は、第2問と第6問の説問1と、えー、第10問と第11問、第12問、第15問と第16問の説問2ですので、まあ、のお手元にですね、えー、試験問題を用意して、それで聞いていただければと思います。じゃあ早速ですね、えー、第2問からいきましょう。 第2問はですね、えー、事業譲渡の問題でテキストはですね90ページを開いてください、えー、90ページにですね事業譲渡というものの単元があ記載されていると思いますでこの第2問の問題はですね事業譲渡に関する記述として最も適切なものはどれかという内容で「あ」「い」「う」「えー」とあって、えー、適切なものを選ぶということになりますでまずあ えー、事業譲渡の対価は金銭でなければならず譲り受け会社の株式を用いることはできないという形で、えー、事業譲渡というものはですね有機的一体的に機能する、えー、財産の,、まあの権利関係も含む、まあ、譲渡なんですけれども要は事業をもらうわけですからもらう側からすると、ね、もちろんその対価をですね当然払う契約になることが多いですからそれを払っていくんですけれどもその対価というものはつまり金銭。 え預金口座から引き落とすとかあるいは元気で払う何でもいいんですけどもいわゆる金銭でなければならない X X 円じゃなければならないかどうかということなんですけれどもこれはですねテキストの93ページのキーワードというところを見てくださいここですね今ちょっと画面に映してますけど対価の柔軟化と書いていいてるじゃないですかでここに事業譲渡があって。 ここにあるようにですね、えー。かつては事業譲渡というものの対価は、えー、金銭、えー、等にですね限定されていたまあ、あるいは存続会社の株式まあこれは。 今回気にしないいでくださいなので事業譲渡の場合は基本は金銭に減点されていたんですけれども、えーまあ、あ,るある時期のですね会社法改正によってそれ以外の財産も、えー、対価として交付してもいいですよというふうになったこれを対価の柔軟化というんですけれども対価の柔軟化が今は認められている以上ですね先ほどの問題でいうところのこの金銭でなければならずというところはペケということになります。 はい、で続いて e、E 事業譲渡をする会社の株主が事業譲渡に反対する場合、えー、その反対、えー、株主には株式買取請求権が認められていると、えー、書いているんですけれども、えー、これはですね、正しい内容ということになります。えー、株式買取請求権でですねテキストで言うと91ページのところのここですね。ね 株式買取請求権。ここにきちんと書いていますからあ,あ事業状態に反対する株主は買い取り請求権を請求行使することができるんだということはここから分かりますのでの内容は正しいといととうことになります。丸とまあ、ただですねあの皆さんこれから多分ト、えーレンとかこういう過去問とかやっていったらわかると思うんですけれども。 えーっと丸,でです、ねえー、丸がついたからもうこれで「い」が正解だと思って次の問題に行けるほどですね、えー、やっぱ簡単じゃないんですよそこまでなかなか至れないのでまあやっぱり実際に解いていく時は「あーペケだと「い」これ丸っぽいけどちょっと「う」と「え」も見てみようかっていう形になりますからもちろんですね、えー、学習をする時は本番はまあともかく、えー、練習の時はですねきちんとウ「う」「え」まで見ていきましょう。ウ え事業の全部を譲渡する場合には譲渡会社の株主総会の特別決議によって承認を受ける必要があるがえ事業の一部を譲渡する場合は、えー、譲渡会社の株主総会の特別決議による承認が必要となることはないとお書いていますがこれはですね、えー、事業譲渡というものは全部譲渡と重要な一部の譲渡と、まあ、それ以外の譲渡という形で大きく3つに分けられるんですけれどもどの内容の事業譲渡に いわゆる株主総会決議というものが必要になるかといいいうとところを聞いている問題ですねで株主総会必要となるのは譲り渡し会社で必要になる場合譲り受け会社で必要になる場合両方で必要になる場合というものがあるんですけれどもこれちょっと見てほしいんですがテキストは91 1 14 1ページの表の1の14の表先ほどの問題はですねこの表の14の1をきちんと理解していれば正解に至れるということですね。 先ほどの問題文を見てておいい。ください、えー、全部の事業事業の全部を譲渡する場合には、えー、譲渡会社の株主総会特別決議が必要ですけれどもと事業の一部を譲渡する場合は不要ですと書いていますがいやいやと重要な一部の譲渡をしちゃう場合にはやはり譲渡会社で株主総会特別決議が必要ということになりますからこれ誤っていますねということでですね 一部だっったら絶対にに必要なないいいいいいととととうう言い切っているこころが間違いということになります例えば「当該事業を構成する債務や契約上の地位を譲り受け人に移転する場合個別にその債権者や契約相手方の同意を得る必要はない」と書いているんですけれどもこの事業譲渡というところのですね90ページにある定義のところを見てください。 いいですか。あの法律の世界というのはですね、定義というものが意外と重要なんですね、えー。一体何が事業譲渡というものを構成する要素なのかというものはですね、定義に書いていますと。で、よくよく見てください。ここでですね、デメリットというところで、ここですね。つまり事業譲渡というものはあくまでも、えー、個別の財産や契約というものをパッ ケージ化して譲渡しててていいるるというだだけけで、えー、袋の中に入ってるだけなんですねなので袋の中に入ってる一つ一つのですね飴玉についてはですねきちんとそれらが相手方に譲渡できるための要件を満たしていかないといけないんですねそこで契約というものについてみれば契約という例えば、えー、例えばこの A 会社さんが B 会社さんに対して、えー、持っているうーん,なんだろうな例えば。 あ司法試験事業みたいな感じがあったとしますよねでその事業についてその事業の業務委託を B 社さんに出していたとしますでも A 社さんはその司法試験事業というものを誰かに事業譲渡することになりましたとその場合は当然 A 社さんから B 社さんに対してお願いしている業務委託契約も当然新しい事業を譲り受ける人に渡さないとダメじゃないですかだって A 社さんも司法試験事業しないんだからそうするとその契約というものも移転しないといけないんですね でも契約を移転する時に勝手に一方当事者だけで契約移転させられたら困るじゃないですかえ今まで俺 A 社さんに納品してたのに突然何か新しい人に納品しないといけないのみたいな話になっちゃうので当然相手方の同意が必要なんですね。そのことをここでは言っていていちいち移転の手続きを要しということはそういうことなんですよ。 事業譲渡というのはあくまでもいろんな財産いろんな契約をパッケージにして渡すだけなのでその契約当事者一人一人の承諾を得ないとですね、えー、譲渡を完全に終わらせることができないこれが事業譲渡のデメリットなんですね。なのでここのえ「え」の問題は契約相手方の同意を得るる必要ないいよとと言っているところがペケということになります、はい、で,ここまででいったいいですよ。あのー 今はまだあの皆さん一周したぐらいだと思うのでテキスト一旦いいですでも2周目に入る時はいいですか事業上と今の話を見た時にあ事業上とはいちいち移転の手続きを、えー、それぞれでやらないといけないけどそれぞれやらなくていい組織再編もあるよねっていうところにきちんと思い至ってほしいんですねで。それは何かというと合併とか会社分割いわゆるこれは包括承継といわれるものでいちいち移転の手続きはいりません。なのであ合併や 会社分割はいちいち移転の手続きいらないけれども事業上とはいちいち移転の手続きいるんだというふうにですねきちんと関連づけて覚えれば移転の手続きがいるかどうか、えー、事業再編の種類という形でですね、きちんと整理できて、えー、覚えられると思いますので2週目以降、えー、勉強される方はですねそういうところも意識しながら、えー、理解していってください、まあ、なので第2問の正解は「い」ということになりますでこれちなみに正答率結構高いと思いますのでまあこれ、えー、簡単ですから。 こんんな問題も出るんですよ本試験は最近はようやくなのできちんと、えー、基礎的な知識でもですねある程度食らいついていけますから皆さんしっかりと学習しておいてくださいはいじゃあ続いてサクサクいきましょう続いてはですね第6問を見ていきたいと思います第6問はですね、えー、株主総会招集手続きというふうなものの内容になっています でえー、ちょっと質問内容はですねちょっと一旦ビデオを止めてですねあの読んでおいていただきたいと思うんですけれども要はあの株主総会の招集通知をいつまでに出さないといけないんですかみたいな話で質問1はこの A というところとちょっとページまたがっちゃうんですけどこの B というところにそれぞれ何が入りますかという。 A に何が入りますかというのが説問1の内容ということになります。はい、で先ほどの空欄の A を見てくださいこれはですね A までに「招集通知を発送する必要があります」と書いているので一体じゃあこの会社は株主総会の 何週間前までに招集通知を出せばいいのかそしてその何週間前というルールに例外はあるのかというところが聞かれているわけですね。でテキストは38ページ39ページを見てくださいここにですね株主総会の招集手続きの内容がこのページですよ、えー、書かれています。でこの問題は実はですねこの表の1の6の2。 この表をですね理解していれば解けたんですねこれでもうこの表ですよこの表を覚えているだけで4点取れるんですで、ただこの問題のまあやっぱり本試験っぽいなと思うところはですねじゃあこのセルのこの4つのセルのうちどれなんだとどれに当てはまるのかということを自分でこの問題文から探し出さないといけないんですねいいですかで、縦軸横軸を見てください縦軸横軸まず縦軸は 書面や電磁的方法により議決権の交渉を認めるか認めないかという差横軸は非公開会社なのか公開会社なのかそして非公開会社の中でも取締役会というものを設置しているのか取締役会を設置していないかという形で分かれていますね。じゃあここここののののの問問題題文文見ていきましょうここでアウトトプットと言われるものはこの問題文の中から先ほどの セルのどこを正解として埋めるべきなのかというものを導き出せる要素を拾えるかどうかというところがアウトプットというものの訓練になりますでまず見てください一番冒頭ドン取締役会を設置している会社ですと来ましたねそしてここに公開会社ではなくと書いているわけですよなのでもうこの問題文をきちんと拾えれば ここは非公開会社でなおかつ取締役会設置会社なんだなということがわかりますよねそうするともうここかここなんですよねじゃあ次書面や電子的方法により義月権の交渉を認めるのか認めないかというところなんですがそれは A の空欄の直前を見てください 書面による議決権の行使や電辞的方法による議決権の行使を認める制度を設けていないのでと書いてますねそうすると設けていないということはここなわけですねなので一週間前までという内容が正しい内容ということになりますそしてもちろん回答を見てみると回答というか、えー、回答 設、えー、問の足を見てみるとあがここにありますからあが正しいということになります。はい。まあこれがですね、アウトプットの方法というものですね。本試験まあこれ結構いい面白い問題だと思うんですけれども、当たり前のことを聞いているだけなんですが、これだけパッと見たときにあそういえば一週間二週間あるいは定款でもっとあの縮めることができるみたいな方法がババリエーションとしてあるなということは皆さん思い出せると思うんですよ。であの このマトリックスも漠然と皆さん思い出せると思うんですねでもこれをきちんとここまで思い出していてなおかつここも理解した上で問題文から適切にこの列のここの列のここは正解だという風うなものを拾い出せるここまでくればあのもう十分だと思いますな逆に言えばこれが一つの到達点になりますからテキスト覚えたって全然点数に たどり着かねえやっていう人はですね覚え方は悪くないんですねアウトプットの仕方が下手くそなだけでなのでアウトプットの仕方というものはですねテキスト何千回見ても、えー、訓練されませんからそれはもうトーや過去問の、えー、練習を通じてですねこういう風うに訓練していくしかないと思いますので過去問学習ある程度のところまでいったらですね え怖がらずに囲むやトーにやレンチャジししてていって欲しいいっと思いますテキストちゃんと覚え,か覚えてからじゃないと答練したくないっていう人いると思いますけどそれ合格遠ざかってますから、えー、それよくないと思います。テキスト1周ぐらいして漠然と理解したらですねもう答練取りっか,かってください。で答練をしながらまたテキストを読み込むんですね。そうするとどんどん加速度的に、えー、暗記うまくいっていけると思いますからそこは積極的にチャレンジしていってほしいと思います。じゃあ続いての問題いきましょう。 続いての問題はですね第10問になります第10問はですね,これ,知的財産ですねこれからあと5問全部知的財産系なんですけどそれぐらいですね知財というものは簡単なんですよ試験で問われる内容も結構定型的でなおかつそこまで深い知識も問われないですねなので知財というものはまず得点源にしてほしい おそらく一回これまで法律かじったことがある人はどうしても会社法とか民法に逃げたくなるんですよなぜかというと見たことあるからでもそれは試験官の罠に引っかかってます試験官の罠に引っかかってるんですそれは会社と民法は難しいんですよ難しいところ聞かれますなので知的財産法をまずしっかりやるというところが得点源になると思います知財はそこまで難しいんだけど聞かれないその代わり知財の覚え方にはコツがありますから そういうところちょっとこれからですね説明していきたいと思いますで第10問なんですけれどもこれあの衣装法商標法不正競争防衛に関する記述としてってあってですねそれぞれの法律を横断的に聞いていますなので知財の一つの特徴というのは特許だとこうだけど実用新案だとこう衣装だとこう商標商標法だとこうみたいな形で,ですね、えー、隣をチラチラ見ながらですね 問題作られてるんですねなのでここも重要なんですけれども何法衣装だとこういうルールだけどこれって商法だとどうなのみたいな形のですね、えー、関連性を意識しながら学習をしていってほしいと思います。じゃあまず見ていきましょうあ自動二輪車の形状が衣装登録された場合その衣装券は同じ形状のチョコレートにも及ぶとこれだけ見てこんなんテキスト変えてやったっけって皆さん思うと思います。 162ページを見てくださいテキストのテキストの162ページ絶対見てなかったとは言わせない表が出てきますよねこれです絶対1回目見たときに絶対皆さんこれ見たはず見て「へえー、そうなると類似類似のところまで行くんだねふーんみたいなところでしょうねきっと1周目ってそうですよ私も多分そうだと思うでこの表と先ほどの問題を関連付けるのがアウトプットの訓練なんですね 自動二輪車の形状が衣装登録された場合、その衣装券は同じ形状のチョコレートにも及ぶ。それはどういうことかというと、自動二輪車、えー、オートバイの形状が衣装登録されたんですよ、えー。何々というこの人のオートバイのこのデザインは衣装登録されました。よかったですね。と。全く同じデザインの千分の一みたいな大きさでですね、そのチョコレートが出されたと思ってください。えー、イメージとしては、 えー、トビカあるじゃないですかあの車のおもちゃみたいなあれのチョコレート版みたいなものがオートバイで作られたと思ってくださいよその場合そのチョコレートの形、えー、オートバイのその衣装デザインをそのままパクって作ったおチョコレートを作っている会社に「いやお前衣装権侵害だよ」と言えるかどうかっていうことが問われてるんですね。で「衣装権ってじゃあどこまで及ぶの?」と「その衣装権がそのチョコレートまで及べば衣装権侵害だよ」って言って。 その人に対してそれ出すのやめてねって言えるわけじゃないですかじゃあ及ぶかどうかここで見てくださいまず携帯というものと物品というものでこれ縦軸横軸になっているものは当然皆さん学習してますよねじゃあ携帯というもの一緒なんですが似てるんですかと言われればそれは似てますよだってオートバイの千分の一で作ったチョコレートなんですからそれ似てますよもうギミックの部分まで細かな部分まで一緒ですよなので携帯は同一ないし類似ですよねじゃあ物 物品は同一類ののどれなのと言われた時にですね「チョコレートとバイクって似てる?」って言われたら「いや似てないでしょ物品的には」と。さすがに物品は似てないでしょうという形でここはバイクだけどチョコレートはここになっちゃうんですよ。なので物品の形態は似ているけれども物品自体は比類時の関係にあるから「衣装圏の効力は及ばない」。 よってアのついてその衣装圏は同じ形状のチョコレートにも及ぶと書いているところは及ばないからペケということになります。どうですか皆さん理解できましたこんな風に聞かれます。なのでアの足を読んだ時にこれ何の話してるんだろうって思った方はですねアウトプット不足なんですね。だってこの表はさっきの表は皆さんすぐ思い出せるじゃないですか。物品携帯非類似類似で皆さん習いましたよね。 そこに結びつける能力が足りないだけなのでそれはもうこ,これで皆さん今の「あ」の足をですね勉強したことで、あのー、完全に記憶に定着したと思います多分同じように問われたら今度はすぐ出てくると思いますから、えーま、だもう多分これで安心ということですねこんな風にですね、えー、一個一個アウトプットの訓練をしていきましょうというのがこの解説講座の目標となります。続いてイ 自動二輪車の形状が不正競争防止法第2条第1項第1号の商品等表示混同ジャッキ行為として保護されるにはそれが当該メーカーの商品等表示として事業者の間に広く認識されている必要があるとまあこれはですね187ページを見てください187ページにいわゆる混同ジャッキ周知表示の混同ジャッキのルールがあってはいですねでここでおっと,ともうちょっとしたよねここで 事業者の間に広く認識されているものと同一もしくは類似のと書いていて。あ、まさに同じフレーズ出てきたねということで、いは正しいということになります。こういうふうにですね、定義を真正面から問われるような問題もあります。ただですね、先ほど言ったみたいに。これい、い、丸や終わりみたいなパターンはですね、なかなか。えー、皆さん、踏ん切りつかないと思いますから、運営、えー、も見ていきましょう。うえー、自動二輪車の形状について、意匠登録出願。おっと、ごめん、ごめん。えっと、意匠登録出願。 をした場合所定期間内であれば立体商標の商標標の登録室に出願変更するることができるポイントはこの「出願変更」衣装で出していたのに後から商標に出願変更することって制度的にできますかということを聞かれているわけですねできるんですかできないんですかとこれできないんですよできないんですけれどもテキストに「できない」とは書いていないんですねなぜなら「何々できない」というものまでテキストに入れたらテキストがですね1,000ページぐらいになっちゃうからですね テキストにあくまでもできること制度として認められていることしか基本テキストは載らないので「う」のような聞かれ方をしたらですね自信持ってペケだというのはなかなか難しいと思いますただここで、えー、覚え方としてですねテキストにはこれはですね登録の出願の変更だからちょっと待ってくださいね 実用新案のところにですねテキスト158ページを見てください。こんな風にですねこれって、えー、っと実用審案登録に基づく特許出願ということで何が言いたいかというと実用新案でで出願しししたたののにに登録それを変更してるんですねでこういうのは実用審案と特許の間はいけるんですよ。でちょっとこれテキストにも書いてないんですけれども実は特許、えー 特許と実用新案と衣装の間はぐるぐる出願変更できます制度として商標だけですね仲間外れされてるんですよでこれって他の比較のところでも結構出てきて特許と実用新案と衣装には認められてるけど商標には認められていないというものがちらほらあるんですねなのでそういう風な漠然としたこの4つの知的財産法の関係性 A 君は B 君のことが嫌いみたいなそういう人間関係性をですね漠然と理解しているところまで行けばですね試験のこの問題を見た時にああこれ一生と,しと商標の間でしょと結構はこの2人ってそんな仲良くなかったからそんな不可能なんかなみたいな風にですねピンとくるのが偏差値70ぐらいなんですけどそこまで行けばですね十分やと思います。でちななみにです、ね、なんでここでですすねねんんここ皆さんあの あそうなんだと特許と実用深夜という衣装って結構グルーピングされてるけど、えー、商標って仲間外れなんだふーんでこれだけで終わると多分明日には忘れてるんですよ。なぜかというとそこには「あへえそうなんだ」っていう感動がないからですねへえそうなんだっていうそういうい感情の起伏がないと記憶定着しないって冒頭に言ったじゃないですか。なのでそういうふうな知識を着た時はなんでそういうふうな制度になっているんだろうというところまでググってみてください。そううするるとだだからこうなってるんだ っていうあちょっと納得したよあ、ね、こう腑に落ちたよっていうところまでいけばですね、えー、1日で消えたはずの知識がおそらく1週間ぐらいは持つと思うのでその間にもう一回、えー、同じテキストを見ればですねあそうだったそうだったこういうふうな理由でこうだったっていう形で傍却曲線を思いっきり上に引き上げることができますからエビングハウスのえでしたっけ傍客曲線を上に引き上げることができますからちょっとそれは試してみてください。でちななみになんで特許とと実用,信用と、えー、衣装を は認められてこれがあるいは何かが認められて商標だけ認められないかというとそこに創作性というものがあるかないかですよ特許は創作性ありますよね誰も思いついたことのない方法とか、えー、物じゃないですかで実用新案もそうですよね新規性も必要で、えー、創作性も特許ほどではないけど求められますよね衣装もそうじゃないですか独創的なデザイン あこれ今まで見たことなかったこんなデザインすごいねみたいなものですよね。商標ってちゃいますよね。だって商標ただのロゴですから。登録商標ってあるじゃないですか。商品名ですから。これってそこまでの創作性とか独創性すごいね感ってあんまないんですよ。なので新規性の創出例外みたいなものも商標には別にありませんし新規性みたいなものもそもそも求められてませんから他人よりも早く出願したかどうかだけなので。 なのでですね、ちょっとその3つ最初の3つと商標というものはその独創性というか要はあそんなオリジナリティがあるんだっていうところで微妙に違うので法律上もですね少し取り扱いが違っているということになっていますはい、じゃあ続いてちょっとやばいな時間ない「う、えー」ウ行きましょう「う」えー「自動二輪車の形状について一装登録室があこれ、えー、さっき言ったわ A ですね、えー、自動二輪車の形状は商品そのものの形状なので、えー、立体商標として登録されることはない」 でアウトプットというものとはちょっと一つ別にですねもう一つ担当式試験特有の受験テクニックというものがあってそれは何かというとこういう断言系の足は9割8割ぐらい間違ってるんで言い切れないんで法律ってそんな白黒はっきりしてないんで皆さんもあの理解できてると思いますけど法律の世界って意外と白黒はっきりしてないんですよ。えグレーを特別とか特例とか例外とかっと結構グレー認めてるんですね。 でこれもそうで絶対立体商標として登録されることは一切ないんやって言い切ってますけどそんな言い切れないと別にですねあの立体商標として登録される余地がゼロではないということになっています、えー、テキストだとですね165ページを見てくださいここにですね、えー、商標の定義ありますよねでそもそもですね立体的形状っていうものも商標として認められる可能性はあるんですよ なので立体的形状というものがですねそもそも商標として認められているにもかかわらず自動二輪車の形状というものが一切認められないとなるとなんでこんな定義になってるんやねって話になりますからもちろん立体的形状でも無条件で認められるわけじゃないんですよ実は。その商品その、えー、物の用途に応じて、えー、当然その形をしないといけないよね例えばハンドルが付いてるよねとか。 あるいはその座るところがあるよねみたいなものはそれはもう当然バイクだったら備えないといけないじゃないですか。 なので当然備えないといけない形状だけで構成されているものは商標登録できないんですけどそうじゃない部分であれば立体的な形状に独創性というか独創性って言っちゃださっきと完全に矛盾しますけど立体的形状にこれまでになかったようなこれまでの商標登録されていなかったような要素があれば当然商標として登録される余地はありますからそういう意味で立体的形状であったら絶対立体商標として登録されることはないよというのは言い過ぎということでベケということになります。はい 足切りを回避するために、えー、のみ経営法務に取りかかる方はこういう語尾どうだったかなみたいなところで意外とですね4点8点ぐらい稼げたりしますからこういうところ目ざとくですね見ていっていただきたいと思いますじゃあ続いていきましょう、えー、続いてはですね第11問その下なんですけれども著作権の保護期間これはですね、えー、テキスト177ページを見てください。 これですね多分皆さんもしかしたらこれはスルッと第1回目一周した時はですね逃してるかもしれない、えー、著作権の保護期間ここに著作権保護期間というものがありますねいいですかまず重要なのは70年だとということですまず70年70年というルールがあるんですねまずそこを覚えてください多分そこはみんな覚えていたと思いますじゃあその70年はいつから記算されるのかというのはここですね著作権の起算 で、えー、こ,れこの2つだけの知識でこの問題は実は解けるんですねただアウトプットの仕方がやや巧妙に、えー、工夫が求められるだけですまず A2000 年8月4日に公表された映画の著作権の存続期間は2090年12月31日までだとでまずこの90年になっているところはペケですよね映画であっても70年ですはい次「い。 2000年8月4日に公表された株式会社の従業員が職務著作として制作した同社マスコットキャラクターの著作権の存続化は2070年12月31日までであるとなっていますけれどもまずこの職務著作というところにピンときてください職務著作は181ページに書いているんですけれどもここに職務著作の内容ありますよねはいで職務著作これですね私の講義を あの聞いてくれてる方はですねテあの、テキストの講座の方で分かると思うんですけども職務著作というものは、えー、著作権は会社に帰属するというのが原則なんですね。ななので会社が著作者にっってていい。ると思ってください職務著作ということは普通に出てきた時はそうなるとですね会社が作ったんだと。 あ会社が作ったじゃあ2000年8月4日に会社が作ったんだからそこから70年だねということで2070年までいってるとおこれいけるんちゃうかと。で先ほどの起算点の話なんですけれども保護期間いいですか ?70 年っていつから70年かというとですね作った日から70年じゃないんですすね作った日日が属する年年年の翌年1月1日から70年なんですね。 なので絶対に終わりは12月31日なんですよ著作権の法規ってそうそれが分かっていれば先ほどの質問、えー、足を見るとお12月31日になってるしかも2000年だから2001年の1月1日からカウントしたら確かに2070年の12月31日だねということで E、えー、が正しいということになりますで続いて U 見ていきましょう、えー、2000年8月4日に公表された写真家自然寺要は 生きてる人間ですね。に帰属する写真の著作権の放棄間は二千五十年十二月三十一日までであると。五十年、いや、違いますねと、七十年ですのとっっけ。え、二千年八月四日に公表された漫画家のアシスタントが職務著作として書いた。絵の著作権の存続は二千七十年十二月三十一日までである。さあ、これは面白い。なぜ面白いかというと、職務著作ってなっているから、会社だと思いきや。漫画家のアシスタントなんで、まあ、この漫画が書いたことになるんですね。なので、結局自然人が書いたことになるんですよ。 自然人が書いた、あ、七十年じゃ、お、あ合ってんじゃんって思うかもしれない。しかしですね、先ほどの著作権の法規間のページをよくよく見てください。死後七十年なんですね。なので、作った日から七十年じゃないんですよ。生きてる人が作ったものは。死後七十年なので、ここにも書いている通り。ある小説の著作者が。 70年6月1日に死亡してたらそっから70年なんですけどさっきの話まだ全然ピンピンしてそうじゃないですかこの漫画家さんなので8月4日から12月31日までの間に死亡しない限りはここで終わらないんですねなのでまあ明らかにこれってその引っ掛けの問題ですから、まあ、絵もこれ違うなということでペケということになります、はい、ということで第11問は「イ」が正解ということになりますこれもですねテキストだけで解けるじゃないですか 本当にこれもうテキストだけで解けるんですよただテキストだけで解けるんですけどテキストの知識を適切に覚えてないといけないんですねアウトプットできないといけないんですよ適切に職務著作って何だったっけ著作権の法規間の70年でどっから起算するんだったっけ生きてる人が書いた小説とか著作物はどうなるんだったっけっていうところまできちんと理解できていれば解ける理解できてないと解けないこれが本試験の問題なんですよ 結構あの予備校が作る当連って知っていたら点取れちゃうことあるんですけど本本試試験験っっっててててやぱりひねねしししるるんんでですす少だけ面白い聞き方してるんですよこれ本試験独特の、えー、部分だと思うんですけどそれはなぜかというといろんな人が莫大な時間かけてこの試験作ってるからですよ。莫大な時間投下しているからこそここまで面白い問い方ができるんですね。なので やっぱり試験問題の過去問というのはすごく私はいいと思いますので当連でもちろん知識もきちんとアウトプットの練習するのも重要ですけど実際の試験問題のですね息遣いをですねやっぱり理解することも重要だと思いますから過去問も積極的に取り組んでくださいねということを言いたいわけですはいじゃあ続いて第12問いきましょう第12問はですねえー、これは 新規性喪失の話って言ってしまうともう答えバレちゃってるんですけれども、えー、テキストは130ページあたりを見ておいてくださいこれもですね新規性喪失の例外この A の規定を用いれば登録出願できますよと要は何が言いたいかというとですね この会社の人は、なんかいいデザインのものを発表しちゃったんですけど、衣装登録出願してなかったんですよ。でももう発表しちゃったから、新規性なくなっちゃいますよね、みたいな話をして、いやいや、こういうふうな場合は、えー、例外的に出願できますよ、って話をしてるんですね。はい。で、なので、回答群見てください。はい。うにはですね、新規性ソースの例外が入りますと。で、B は期間なんですね。期間1年じゃないですか、テキスト。 130ページの頃ほらこうよく見てください1年はい以上ですとこれだけの問題なんですねでこれだけの問題なんですけれどもこの問題が、えー、よくできてるなと思うのは皆さん新規性喪失の例外って特許のところで出てきたじゃないですかでこれ権なんですよここか。 なので初めてこの問題見た人は異性権も新規性喪失例外あったっけっていうところに引っかかっちゃうんですねちょっと勉強しちゃうとでも実は異性権も新規性喪失例外あるんですよ特許と同様にそれが分かっていればああじゃあもう一緒なんだということでわかるとなのでちょっとですねしっかり勉強しちゃうと偏差値55から60ぐらいだと少しこれ引っかかっちゃう偏差値65 完全にに超えてきてきととかかいいくとこれに引っかからないんですよあーそうそう衣装も新規掃喪例があるよねとかで、えー、偏差値50とか45とか新規清掃失っていう言葉あったな知ってんな1年っていう言葉見たなだけでも実は解けちゃうんですよ。A を選んじゃう。なのでこれは苦しい問題で試験勉強をちょっと本格的にやっちゃうとですね陥りがちなミスと。 でこの国内優先権っていう言葉あ,のありますよね。えー、これはですね神経性喪失例外とちょっと違ってさ既に登録出願しているものの、えー、例えば特許とか衣装とかをちょっと変えたものを新たに出願しようとする時に、えー、あなたは最初から「 1>, えー、なんですか1年分だけ先に優先的に出願してもいいですよつまり他の人が同時に出願してもその人は1年前から出願したこととして認めてあげましょうみたいなですねそんなちょっとルールがあるんですよ。これかなりとあのレベル高いんですけどなのであの多分これみんな怖くて選ばないと思うんですね。聞いたことある方選ぶじゃないですか。で聞いいたこことある方選ぶじゃなでですかでもこの衣装 にあったかなっていうところが最後の制約条件になっちゃっていや一生だったらもしかしたらこっちのかもしれないってミスっちゃうと思うんですよ本番ってなのでえ生半可なインプットはちょっとやけどするような問題も本試験には紛れてますからいや本試験の試験官やるなっていう風な問題だと思っておいてくださいはいじゃあ続いていきましょうやべえやべえあとほんま時間ないわえと次第十五問いきましょう第十五問はですね これは先ほど一番最初の私が言った「知的財産権って横並び意識されるんですよ」という内容ですね。これちょっともうそれぞれですねページ番号を振っとくんで後でちょっと見ておいてくださいね。はい、で、えー、正解は「あ」なんですけど。 特許法には特許異議申し立て制度というものがあります実用新案法には審査請求制度というものはありません意証法には出願公開制度というものは規定されていません、えー、商標法には新規制創出の規定がありませんということで、えー、答えは「あ」ということになりますそれぞれですね特許異議申し立て異議申し立て制度ってどの、えー、知財だったら認められるの、えー、審査請求制度これはどの知財だったらあるの出願公開制度これはどの知財だったらあるの えー、新規性喪失、これどの地図だった、あるの、ということをですね、横並びで理解していればですね、この問題は解けると。ただ、この問題はですね、実際正答率下がったんですよ。なぜかというと、えー、特許義務者制度というものは、絶対皆さんテキストで見たことがあるからです。なので、それだけを皆さん頼りにですね、あかな、って選んだら当たっちゃうんですね。まあ、なので、ちょっと今年の試験は、そういう意味だと、ちょっとややですね、あのー、脇が甘いなと思うんですけど、ただ、まあ。 解けちゃう問題もあるんですけどどうせやったら正々堂々と正面から解きたいじゃないですかなのでそれぞれ皆さんあの復習しておいてくださいということになりますはいじゃあですねえー、っと最後は16問かな第16問いきましょうパッと出てきてパッとこの英文が目についてパッと皆さん嫌になるっていうパターンだと思いますけれどもちょっとあの今日説明するのは英文の方じゃないので英文の方はですねあの皆さんいずれ、えー、やっといてください で私がここで、えー、今回解説したかったのはこのインコタームズですねインコタームズという規則があるからそれで縁やでという話になっていて設問2を見ると何が書いてあるかというと CIF の説明として正しいものはどれですかという聞き方をしているんですねでこれはテキストの200ページを見てください あるなーっていうあ,あるある CIF あるじゃんとでこれは運賃と保険料込みのものなんだですよね皆さんこのページ下の開いといてくださいよで先ほどの問題見てみましょう運賃保険料があったあったと意図正解となめてるじゃないですかこの問題でも何が難しいかって CIF か運賃保険料を払い込みかどうかっていうものをきちんと結びつけて覚えられているかどうかなんですよ そのためには F.O.B. というものと C.F.R. というものとこの C.I.F. というものをそれぞれきちんと理解しないといけないんですね。これ結構ですねあの根気のいる暗記をしたいといけないんですねインコタームズは。なのでちょっとこれはですねテキストに書いているからテキストが手元にあったら絶対解けるんですけどテキスト手元に持って本試験望めないのでこういう細かいところ。 きちんんと表に書いてるんですよ。重要なんですけれどもきちんと正確に覚えられているかどうかというものも聞かれるということですでも裏を返せばテキストには載ってるんですよ。他のですね試験問題のあの他のこの令和元年度の問題あとで多分まだ見といてほしいんですけどテキスト載ってないことを普通に聞いてるんですよ本試験って。テキストレベルを超えてる問題簡単に出すんですね。 そんな中でもテキストに書いていてちゃんと覚えていれば解ける問題って得点源ななんんでですすよ申し訳ないんですけど、まあ、これがですね経営フォームが暗記科目だと言われるゆえなんですがこのテキストに載っていることはこれは私ちょっとカバー外しちゃってるんですけどこのテキストに載っていることを覚えていれば今回は40点取れました。なのでどんなに経営フォーム嫌な人でもこのテキストに書いていることはですね出てきたら えー、覚えてくださいしかもこの表に出てくるレベルですから品質なわけですねなのでそういうものはきちんとお覚えておいてほしいんですねあと過去問となぜかというと試験委員会の言い訳を考えてください難しい試験を出しすぎて平成29年と平成30年に戦いまくったんですね試験委員経営法務のだからもう試験委員は開き直ったんですよ令和元年にじゃあテキスト載ってるやつ出したるよとその代わり一号一句ちゃんと覚えとけよっていうのと過去問で前出したことのあるやつ出したるよと だったら言い訳もくそもできひんだろっていう今回ですね意気込みが現れた試験問題になってますその代わり40点ぐらいはテキスト載ってないことも出させてもらうぞとそれだったらもう足切りもちゃんとクリアできるし,し理解できてる人積極的に勉強してる人はどんどん点が取れるしそれだったら文句ないやろっていうつもりの試験にようやくきちんとした試験に戻りつつあるので基本もなので来年以降 えー、令和2年度以降のですね、試験問題も、テキストレベルをちゃんと覚える。これで40点は確保できる。その上で、しっかりトーもやって、えー、テキストにも書いてないものもやっていくと。それで60点、80点が狙いに行けるというふうですね、正当な試験に様変わりつつありますから、皆さん、えー、回答をですね、解説、えー、読むときもですね、インプットとアウトプットを意識しながらですね、やっていただければと思います。以上ですね、えー、テキストで、 解ける問題を7問用意してそれを今回紹介しましたのでこれからですねこのテキスト2週目入る方はですねアウトプットでこんなこと聞かれるんだなという意識をしながらインプットをしてほしいですし答練受ける方はですねわからない問題はもうわからないときちんと真正面から捉えてください。たまたま当たった問題はたまたま当たったもので終わらせないということも重要ですから。 たまたま当たったのはたまたま運が良かっただけなので、運が悪かった時には復習しなければいけまいけなかったわけですから、きちんと復習していきましょう。ということでやっていければと思います。はい、じゃあですね、えー、それではあ本日の講義は以上ということにしたいと思います。皆様どうもお疲れ様でした。